カール・ニールセン・モニュメントは、デンマークの作曲家、カール・ニールセンのモニュメントである。デンマークのコペンハーゲンに設置されており、制作は、ニールセンの妻であった姉、マリー・イ・カール・ニールセンが手掛けた。翼を持たないペガサスにまたがりパンの笛を吹く若い男をかたどった、この彫像は、音楽の天才という名前でも知られる。石膏による原案は、 オーデンセのカール・ニール・セン博物館に保管されている。モニュメントは、偶和的騎馬像である。馬と、人は動的な姿で描写されている。パンの笛を手にする衣服をまとわない、若い男はパン、すなわち、ギリシア神話における音楽の神を表している。その顔は若き頃のカール・ニール・センによく似ている。姉マリーが準備していた、初期案では、ペガサスの姿に、 翼が付けられていたが、最終案からは取り除かれている。姉マリーは異常について、次のように述べている。私が像によって表現したかったのは前進する、動き、生命の感覚、何者も、静かに止まってはいないという事実だったのです。姉、マリー・カール・ニールセンとペガサス・カール・ニールセンモニュメントの初期案、アトリエで、 カール・ニールセンは1931年10月3日にこの世を去った。モニュメントは作曲家、カール・ニールセンへのモニュメント制作委員会と芸術的目標の増進基金からの寄贈であった。姉、マリー・カール・ニールセンがモニュメント設計の移植を受けた。フレドリックス・スムス・カナウの26にあるシビリタ・テンズ、マテリアルガードの自らのスタジオにて制作にあたった。 彼女は次のように記している。私は、鹿の永遠の象徴である翼を持った馬を用い、その背に一人の音楽家を置きたいと考えました。彼は急ぎ立つ、翼の間に腰掛けて、コッペンハーゲンへめがけて、足の笛を吹いているはずでした。彼女のデザインに対する論争と資金の不足により、モニュメントの建設は遅延し、ついには、アネマリー自身が、 助成金を出すことになってしまった。像は1939年12月17日になってようやく除幕を迎えることができた。ありがとうございます。